それでは八木さんの野球人生における分岐点をちょっとお聞きしたいんですけれども。私ね、高校野球でやっぱりこう甲子園も出てないし、でその後どうするかということを悩んでたんですね。で、社会人野球に進もうということで、いろんな社会人野球のセレクションにも行ったんですけどね。行ったんですけども、取ってくれなくて、そうなんですね。何社か行ったんですけど、で困ってたんですね。もうね、時間もなくなってくるし、どうしようかなと思ったところで、軟式野球になるかなっていうとこまで来たんですよ。これのままだったら軟式野球しなきゃいけないんじゃないかなというところまで来てて、そこである人と偶然、岡山の商店街があってね、そこを意味もなく私歩いてたんですよ。そうすると、私のこの知り合いの方が、この方も意味もなくなんか歩いとったらしいんですよね。で、偶然ばったり会って、でこの方が「お前ところで野球社会人どうするんや?」って言われて、「いやー、それがあそこもダメでここもダメだったんです」って言ったら、「もうお前時間ないぞ」言うて、でこの方が野球部の OB だったので、俺が話をちゃんと持ってきてやると、知ってる人がおるからと言って、で他の社会人野球のチーム、これは三菱自動車水島という私が行ったところなんですけど、そこの監督が東の、あ、部長か、部長が東の OB だったので、なんとか拾ってもらったんです。そこに採用試験あるじゃないですか。それの多分3日ぐらい前ですよ。3日前3日に。前にあったんですよ、ばったり。すごいですね。そこで何かしら合わなかったらね、ちょっとずれたりすると、私は硬式野球やってないんですよ。じゃあもう代打の神様は誕生してなかっしてない。た。それぐらい衝撃的な出会いがあったの。すごいですまずね。それがまず一つ目の分岐点かな。運がいいというかね、そういう出来事がありましたというのが一つ目の、一まつず硬目。式野球を続けるという分岐点ですね。次の分岐点は。2つ目はね、プロ入りして、1年間やったんですけど、2年目にアメリカに留学したんです。カリフォルニアリーグというシングル A ですけど、1シーズン、向こうで1シーズンやるんですね。それは例えば私じゃなくても違う人が行ってもいいんだけども、たまたま「おヤギ、お前行ってこい」と言っていただいたんですね。これは当時の村山監督、村山監督。もう古い方はご存知でしょうけど、若い方は多分知らないと思いますけど、永久欠番の11番の方ですね。実は1年目そんなに大した記録じゃなかったので、2年目一生懸命頑張ろう、日本で頑張ろうと思ってたのに、アメリカに行かされたわけじゃないですか。ある意味ショックでね、ショックだったんですショック、か？だってシングル A 行くんだよ、アメリカ半年間、つらいことだなと思いながら向こうに行ったんですけど、後々考えると、向こうで過ごした半年間っていうのはすごく有意義であり、後々自分がいろんなことを考える中で行ってよかったなっていう野球留学だったんですね。そうなんですね。アメリカの野球と日本の野球ってなんかやっぱ違いがあるんですか？同じような競技でね、やってますけど、考え方とかね、環境とかいろいろ違うところはたくさんあるんですよ。若い時にそれを経験したっていうのは、私にとってすごくプラスになりましたね。よく言うじゃないですか、ハングリー精神みたいなのあるじゃないですか。それは環境的にはすごく悪いですから。日本の2軍とかね、3軍もありますけど、いい環境ですよ。そうなん素で晴らすしいね。環境です。私が言ったシングル A、日本で言ったら4軍ですわね、4軍ですけど、その環境たるやもうひどいもんですよ。そうなんですひどいでか。すよ。一緒に選手たち、向こうの選手たちとバス移動もしたりとか、同じホテル部屋に泊まったりとかね、いろいろやって経験しながら、1シーズン152試合か、もう5ヶ月間で152試合するので、ほぼ休みないんですよ。すごいですそれも移ね。動しながら、カリフォルニアをずっとバスで移動しながらやるので、ずーっとバス乗ってるんですよ。すずごいーっですとバスね。乗ってる。ずっとバスずっに。とバス乗ってる。わあ、すごいですね、本当に。それはみんな網棚とかに寝てたもんね。網棚網に。棚に寝てる選手もおるもん。バスの網棚。網棚。向こうの網棚結構低いんですよ、ちょっそうと。なんですで寝か。れるんですよ。あそこに5人ぐらい寝てましたよ、網棚に。ずーっと座ってるとしんどいから。ナイターするでしょ?ナイターで試合終わって、3連戦の3試合終わったら、地元に帰るわけですよ。これ6時間か7時間かかるんですよ、バスで。ナイト終わって帰ったら、それ真夜中中ずっとバスの中ですよ。うわ、
厳しいですね。厳しい。でその夜食事なんかありませんからね。え夜って言ったら多分あのセブンイレブンかなんかですから。あそう、え日本のようなセブンイレブンに登場してはダメですよ、はい、向こうのセブンイレブンはスニッカーズしかありませんから、食べ物って。そんなのしかない。本当本当本当ですか。本当本当食べ物がないよ全然、で夜ご飯はそのスニッカーズですよ。6時間7時間バスに揺られて帰るんですよ、寝て。ほんでその次の日また試合ですよ。うわ、もう体持たないじゃないですか。これはできるもんなんですよ。これがそうなんです、ね、やればできるんですね。あの考え方、いろんなあの野球の考え方もある程度日本とは違う教え方をしてくれるので、ちょっと違う角度で野球を見た、教わったのが良かったなと思いますね。私にとってそのパワーをつけて帰ってきたということ、はい、でまあ、その後にまあホームランがそこそこ出だしたのは、はい、向こう行ってある程度技術教えられたこととパワーをつけたこと、まあ、その頃日本ではウエイトトレーニング全然やってないって言いましたね、はい、でアメリカはやっぱやらないとボールも重いし、あ投げるピッチャーのボールも速いからなかなか飛ばないんですよ。全然飛ばないんですよ最初、びっくりするぐらい。でそれをまあ克服するためにはウエイトしなきゃいけないと思って、ウエイトトレーニングってそんなジムとかありませんからね。あの買ったのは10キロのダンベル2つ。うわ。それを夜な夜な部屋でやってたんです。うわ、そんなんしかないんですもん、だって。近くにジムなんかありませんし。うわ、すごいハングリーな環境で。うん、そうそうそう。それでやっぱり体重10キロ増えましたからね。半年で。ジャンクフードもたくさん食べてたから、それもあるんですけどね。スニッカーズと筋トレで、ハンバーガーとホットドッグとピザと、はい、この回しでずっと食べたんで太ったんですけどね。で打球飛ぶようになったんですよ。だこれがまあ後々考えるとアメリカ行ってよかったなというのが今わかるわけですね。転機になったとこはそこですね、はいはい、今日は、新興園にあるセノンスポーツゼロに来ました。コンビクラブベースボールメディアで、ここを使わせてもらってます。こんな施設もあります。疲れた後は酸素カプセルで癒しましょう。じゃあね。一緒だわ。セノンスポーツゼロにスピードガンが導入されました。101、107、110いきます。111、ピンピンピン。